サイトメガロウイルスは、宿主細胞の核内に、光学顕微強化で、観察可能な、フクロウの目様の特徴的な風に有体を形成する、ことを特徴とする、ヘルペスウイルスの総称である。ウイルスの分類上は、サイトメガロウイルス属とし、この場合人を含む、霊長類を宿主とするものに限るが、総称としては禁煙で月肢類を宿主とする、ムロサイトメガロウイルスも含める。 人に感染するのは、ヒトサイトメガロウイルスで、これは、人以外の動物には感染しない。HCMV の学名は、ヒトヘルペスウイルス5型である。この項では主にこのヒトサイトメガロウイルスについて、記述し、ウイルス学の項以外では簡単のため、サイトメガロウイルスと略して呼称する。CMV は、通常、幼少二期に、唾液、尿などの分泌液を介して、 不健性感染しその後潜伏持続感染によって人体に修正規制することで人類集団に深く浸透している日本では成人期での抗体保有率は 60%90% と高い健常人では脅威とならないが免疫の未熟な胎児免疫不全状態の臓器移植、エイズ患者免疫抑制療法などでは ウイルス増殖による細胞及び臓器障害で生命を脅かす。先天性感染を起こすと、そのうち日本では約20%が子宮内発育遅延、肝皮腫、小頭症などの県性感染を停止、残りの10から20%の不県性感染時で、発育期に肝温性難聴や精神発達地帯等の機能障害を生ずる。CMV は、 免疫の老化と関わっており、加齢に伴って CMV 以外の感染症に対する防御能の低下をきたす。また、CMV が主要細胞に感染すると、主要細胞が主要免疫や抗がん剤に対する抵抗性を獲得した悪性度を増す可能性がある。1990年にはチーラによって HCMV の全延期配列が決定されている。 有効なワクチンは開発されていない。サイトメガロウイルスという名称は、CMV は自身が感染した細胞を巨大化させることに由来し、ヒトサイトメガロウイルスの最初の分離者の一人である、ウェラー TH によって1957年にその名称が与えられた。CMV それ自身は、1881年にドイツの病理学者、リバート H が 外読様症候を提した死残児の人でアウルワイ様の特徴的な核内風入体を持つ巨細法を観察し、学会発表したのが最初の報告である。マウスに感染するムロサイトメガロウイルスは1954年に報告された。CMV は母子間で携帯板、計算道、共母乳等のルートで垂直伝播を起こし、その後は キス等の唾液の交換、尿などからの接触あるいは飛沫により、直接的あるいは間接的に、性液や子宮景管分泌液を介して、性的に、さらに移植や輸血等により、遺伝的に水平伝播を起こす。CMV は、広い臓器神話性を有するため手術の臓器に潜伏感染し、修正宿主に持続感染し排除されない。外因感染の後、 主治の誘引で再活性化し、内因感染を起こす。日本では、成人期での抗体保有率は60%、90%と高く、多くの人が幼児期に不健生感染していると言われている。なお、日本では1990年代以降、妊娠可能年代の女性の抗体保有率が低下しており、2000年代には70%まで低下しているとされている。 そのため、先天性感染や周産期感染による新生児サイトメガロウイルス感染数の増加が懸念されている。サイトメガロウイルスによる感染症は幼児期の初期感染と免疫抑制状態で再活性化することで様々な病態を起こす。通常は幼児期に何の病態も示さない不健感染で終わり潜伏感染のまま推移する。しかし、 免疫系が正常であっても、肝炎、伝染性胆核症様の症状、ごくまでに腸炎を呈することがあるが、先天性感染以外では、聴覚神経、視覚神経への障害リスクは低い。主な感染経路は、主症状は、発熱、肝機能異常、ケーブリンパ節主張、肝皮腫などで、急性熱性疾患としては、CMV 肝炎。 伝染性単核球増加症と似た否定型リンパ球増加症。検査法は主に以下が用いられる。基本的に初期感染時と再復活時による感染活動期に治療適用となる。重症の場合は下記例の抗ウイルス薬を用いる。また、先天性感染感染時に対する抗ウイルス薬投与は難聴の改善効果が認められている。健常。 CMV キャリアにおける CMV 特異的細胞障害性 CD8T 細胞の比率は中央値で10%と予想以上に高く40%に達することもある。また、加齢に伴ってこの比率が上昇する。どのような気候によるのかは未まだ不明であるが、加齢に伴ってこの CMV 特異的 T 細胞の消苦労音性の 増大を生じると、ナイブ T 細胞が減少し CMV 以外の感染症に対する防御能の低下をきたす。一方、長寿の家系では、このような現象が見られない。これらの事実から、CMV に対する T 細胞反応の増大が、免疫の老化と密接に関連し、その重要な指標と考えられている。この疲弊した細胞障害性 CD8T 細胞は、 t 細胞抑制性の cd28 スーパーファミリー受容体の pd-1 受容体を発現しているという特徴がある。cd8t 細胞はリガンドである pdl1 による pd-1 の活性化によってその機能が抑制される。pd-1、pdl1 の相互作用を阻害すると抗ウイルス cd8t 細胞の働きが回復しウイルスの量が減るので CMV はこの経路の継続的な活性化を行うことにより免疫によるウイルスの除去能を低下させている。CMV そのものは同じヘルペスウイルスかの EB ウイルスのように悪性腫瘍を引き起こす腫瘍ウイルスとは一般的には考えられていない。しかし、CMV は悪性腫瘍を引き起こすというよりはむしろ CMV が腫瘍細胞に感染し、 主要細胞に主要免疫や抗がん剤に対する抵抗性を獲得させ悪性度を高める可能性があることが近年の研究にて明らかとなっている。この CMV による主要細胞のアンカマジェレーションは1996年にドイツの研究者らが提起している。ウル76ウイルスタンパクは染色体の変異を誘導する。IE1 ウイルスタンパクは テロメラーゼ活性を上げる。IE1IE2 プル36プル37プル38ウイルスタンパクはアポトーシスを阻害するウイルスタンパクで主要細胞の不死化を更新させる。IE1 プル16プル18プス11ピアニッシモ65ピアニッシモ71ウイルスタンパクは免疫機構からの逃避に関わり主要免疫への抵抗性を上げる。 IE1IE2US28 ウイルスタンパクは、癌遺伝子として働くと推察されるタンパク。IE1IE2US28 プル97、ピアニッシモ65ウイルスタンパクは、癌抑制遺伝子のカウンタータンパク質であり、発癌の抑制を阻害する。グリオーマとは、脳実質から発生する、脳腫瘍及び髄内から発生する、脊髄腫瘍のうち、クリア細胞由来のものを指す。 このグリオーマから CMV が非常に効率に検出されており、CMV とグリオーマとの関わりが指摘されている。グリオーマと診断された患者の80%の血中から検出できるレベルの CMVDNA が見られたという報告もある。大腸がんにおける CMV のアンカマジェレーションも考えられている。163例の大腸腫瘍検体のうち69。 例から CMV が検出され、そのうち54検体から顕著に多量な CMVDNA が PCR にて確認され、陰出ハイブリタイゼーションによって CMV は大腸新生物の上皮細胞質に存在していることがわかり、対して大腸腫瘍に隣接した非新生物性組織からは14例からのみ CMV が検出され、その CMVDNA 量も 大腸主要組織のそれと比べて低かったという報告がある。また近年のメタアナリシスによれば大腸がんからの CMV 検出率は27.5%ほどであり、さらに大腸がん組織における CMV のウイルス量が正常な組織に比べ高いこと、主要のステージ、組織学的な主要のグレードポリープと選手の間で、 CMV の存在率にはあまり違いがないことが示されている。前立腺がんと CMV の関わりも考えられている。前立腺上皮内腫瘍内誌は、家計性規定細胞内誌は前立腺がんにおいて CMV が効率に検出されているという報告がある。CMV タンパクの発現率は前立腺がんに比べ前立腺上皮内腫瘍内誌は、 家系性規定細胞の病変部の方が高い。前立腺上皮内腫瘍とは、前立腺の内面、または外面を覆う細胞の被害性の腫瘍であり、高悪性度前立腺上皮内腫瘍があると、前立腺がんにかかる危険性が高い。年表被害組織から CMV が検出されたことが報告されている。年表被害における CMV の検出率はントという、 論文があり、この論文の中では CMV は主要ウイルスとして考えるに値すると示されている。ヒメラノーマ性皮膚癌と CMV の関連が報告されている。CMV と同じヘルペスウイルスかの EB ウイルスはホジキンリンパ種を引き起こす主要ウイルスとして有名であるが、この EB フが陰性のホジキンリンパ種の組織から CMV が陽性となったことが報告されている。 皮膚 T 細胞性リンパ種は、皮膚に生じる悪性リンパ種の一群で、複数ある、リンパ球の内腫瘍の由来となる細胞が T 細胞であるものを言う。CTCL に含まれる病気には、筋状域肉症、セザリー症候群、成人 T 細胞白血病リンパ種、原発性皮膚 CD30 陽性リンパ増殖症、皮下脂肪式炎様 T 細胞リンパ種、不死外性 NK、 t 細胞リンパ腫など多数ある。この CTCL の患者において CMV 抗体化が健常対象群に比べ高いという報告がある。しかし、これを否定する結果もある。乳がんにおける CMV のアンカマジェレーションも考えられている。ヒトサイトメガロウイルス感染によって最終的には二通りの潜在的な方法で乳がんが発生し得る。 乳中に存在する HCMV は乳管に一列に並び、ほとんどの線入物質を乳中の成分に変換し、それらを線空側に輸送する乳腺上皮細胞に直接感染できる。その後、乳組織に存在するマクロファージは全主要性の微小環境を好む HCMV に感染されうる。ウイルス血症などで血中に存在する HCMV は、 血中を循環する探求に感染できる。その HCMV に感染した探求は、血管内皮細胞を通しての父組織への輸送の際に、HCMV に感染したマクルファージに分化し、そして、ウイルスを乳腺上皮細胞に輸送することができる。さらに、探求内視は、マクルファージは、HCMV の主要な感染リザーバーである。HCMV は、 半球やマクロファージを M1 内子は M2 の表現型へと分化させることができる。M1 マクロファージは、L、イルマイナス 6TN 回 α といった炎症誘発性サイトカインを賛成し、対して M2 マクロファージは、L、イルマイナス 10TG 回 β といった乳がんの進行を促進できる免疫抑制因子を賛成する。腫瘍の生存促進、腫瘍生成によって予後悪い乳がや、 その進行を加速させる主要関連マクロファージは HCMV によって優先的に活性化される。マイパシーリアム、筋上皮、乳従からの CMV 感染は普遍的な感染ルートの一つである。それゆえに CMV の乳腺における持続感染は正常な女性の多くにおいて起こっている。正常な乳組織の27例から17例。 乳腺新生物上皮細胞32例から31例に CMV 感染が確認されたという報告がある。また、乳がんの一種の炎症性乳がんと CMV の関わりも知られている。このがんは他とは変わっていて、乳がんのしこりがないこともしばしば見受けられ、マンモグラフィーや超音波検査で発見することができない。この炎症性乳がんの患者においてはそうでない患者に、 比べ CMV 具抗体化が高いこと、炎症性乳がん検体における CMVDN 米量 n f カッパ b 活動度がそうでない患者のものと比べ高いことが報告されている。CMV は感染した探求を形質転換によって二極分化させることができる。一つが探求を炎症表現系の M1、マクロファージに分化させることであり、もう一つが 免疫抑制系の M2 マクロファージに分化させることである。炎症表現系の M1 マクロファージは TN k α やイルマイナス6といった炎症性サイトカインを産生し、これらの炎症性サイトカインの産生が長引くと、癌の形成が促されることが知られている。また、主要微小環境と関わっている主要関連マクロファージは主にイルマイナス10。 tg 回 β といった免疫抑制性サイトカインを産生する M2 マクロファージによって成立しており、乳がん細胞の微小環境にマクロファージが浸順する際には M2 マクロファージの形質を獲得し得る。これらの免疫抑制性の M2 マクロファージは主要免疫を抑制し乳がんの生存促進や主要形成を促進し間接的に乳がんの形成に関わる。 簡単なサイトメガロウイルスの構造ヒトサイトメガロウイルスは DNA ウイルスのヘルペスウイルス化に属しゲノムの大きさは直径約180ナノメートル 230kbp からなる2本ぐさり DNA ウイルスである。HCMV はベータヘルペスウイルス赤サイトメガロウイルス属を代表するウイルスでありヒトヘルペスウイルス5型とも呼ばれる人に感染する。 ヘルペスウイルスの一種である。HCMV は大型の DNA ウイルスであるヘルペスウイルスの中でも最大級の大きさを持つ。災害側は脂質に重膜のエンベロープで覆われ、内部に4つの立体構造の異なる DNA、アイソマーからなるゲノムを内包する性二十面体のタンパク質の殻がある。エンベロープとヌクレオカプシドの間にテグメントを含む ウイルス粒子は約70種類のウイルスタンパクで構成されるが、テグメントタンパクのピアニッシュも65が最も多く含まれ、高中級に取り込まれたピアニッシュも65の検出はウイルス抗原血症の早期診断に有用である。HCMV は人にのみ感染し、広い臓器神話性を有する。HCMV 感染細胞における感染様式は許容性感染。 非許陽性感染、潜伏感染に対別される。HCMV に許容性を示す細胞は多数知られ、肝用系細胞、上皮系細胞、血球系細胞、神経系細胞などがある。ありがとうございます。